多分今の彼女の聞いてたから分かると思うんですけど、そう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 この状態が悪くないんですけど、この状態ってやっぱりねじりたがるから、はい、俺もそうなんですけど、これでできちゃうじゃないですか、はいはいはい、これで、はい、だけどこれがもしこうなってるとこうはならないから、だからどうするかって言ったら、このままここに入ってきて、こっから先はねじろうが何しようがいいじゃないですか。初期段階がうまくいけば途中からねじっても僕はいいと思ってるんですよ。だけどまずいのは初期段階でボンとねじったら終わるから、はい、じゃあ いいのはじゃあねじらないように上げたらいいじゃないですかって話になるんだけど、それ考えたら今度触れなくなるじゃないですか、うん、だから好きにやればいいから、構えて肘ポジション決めたら、そうですそうです、うん、これで OK です、うん、これで要はそのクラブヘッドが最初に上がる方向が間違った方向に上がらなくなるじゃないですか。全然好きに振ってください、はい、はい、好きなように、はいですよね、はい、 OK ですよ。全然フェースがそんなねじらんになりますんで、あとはもう好きに振って全然 OK です、はい、ちょっともう一球打っていただいて、オッケー。今ちょっとねじったね、はい、構えてちょっと貸してください。これでそう、このベンタスとかこれで全然 OK なんですけど、この NS じゃなくて、これは1本本当にバックに入れといてほしいシャフトですから、はい、どうぞ、もういいから好きに振ってください、何にも何でもいいから好きに振ってください、はい、柔らかいから捕まえようとかなしで、右プッシュしても何にしてもいいですから好きに振ってください、はい、はい、OK です OK です、ほら思いのほか、ほらちゃんとほらほらはい、すごいでしょ、柔らかいんだけど、柔らかいんだけど硬いというか、とにかく好きに振っていいのよ、はい、柔らかいから柔らかいのにみんな反応するじゃないですか、はい、もう全く普通の自分の好きな振り方でどんどんやってください、はい、自分の好きな振り方で、はい、OK 、はい、先生ほらほら振りやすいでしょ、はい、めっちゃすごいよ、もうこのままどんどん好きに振っていってください、好きなように、はいはい、ほら今自分の中で多分やばい、結構右プッシュかなと思ったはずですけど、思ったんですけど、そんなにめちゃめちゃなってないですよね、はい、構えといて、はい、そのまま、はい、そうそうそう、それができたら、はい、そこからめっちゃいい、めっちゃいいよ、ほら、で構えて、ちょっとクラブヘッドをボールから離して、で構えてください、構えていいですよ、構えていただいて、今ここじゃないですか、でちょっと離しておいて、これでいきましょうか、はい、いきましょう、
はい、振る、そこを適当に、そこから振る、はい、もちろんいいですよ、はい。どうしてもそばに置いて、そこにボールのとこにヘッド戻すっていう意識来ちゃうから、ちょこっとだけ離しておいて、ボールから。さあ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 、あとは好きに振ってみてください。好きなように。はい、とにかく好きなようにで OK です。めっちゃいい。うん、ナイス。ナイスです。でしょ。だからこのベンタスとかこういう赤い硬いのあるじゃないですか。で僕も自分のここで、天性の白の CK の50の TX と70の TX とあるんですけど、このなんだっけ、EIF のネクスジェン、 EIF の別メーカーのやつって言って、どっちも使えるじゃないですか。練習でもいいし、遊びのラウンドでもいいし、でこれ1本使えとは言わないんですけど、でこれとこれと交互にやっとくと絶対スイング良くなりますんで、で硬いのずっとやってると硬いのでスイング作っていくから、はいはい、もう訳分からなくなってくるんですよ。そう、振るっていうことよりももうとにかくちゃんと当てなきゃちゃんと当てなきゃってやり始めるじゃないですか。これは適当に振っときゃいいですから、はい、うん、構えといたらもうそのまま好きなように振っときゃいいです。そうです、そうです、そうです、そうです。ほらシャフトが動いて何とかしてくれるんですよ。ガツンと振ってみてください。構えといて、そこから好きなように OK です。ほら普通で考えたら柔らかいのでポーンと適当に振って、まあまあいい感じで捕まったでまっすぐ行ったとすると、じゃあガーンってやった瞬間にもう右斜め45度ぐらいに人がするじゃないですか。行きますよね。それがこのシャフトはないから、はい、だからもう魔法のシャフトだって僕はずっと言うんですよ。はい、本当に魔法のシャフトですよ。だって好きに振っていいんだもん。はい、そ のスピード帯で勝手に動くから、はい、そうです、そうです。余分なことしないってことです。はい、やべえと思ってもやべえにならないですから。もうぜひとも。だってそれだったらさ、変な話ですよ、まあまあカチャカチャが違うけど、これ使うじゃないですか、同じクラブ振れますからね。なるほど。だって僕のねチームの女の子同じクラブ使ってますから、同じシャフトで、そう、シェアシェアして、俺が打ってじゃあ次打ってみとか。シェアにならないと思う。それは知らないです。そうそういうこともできるから、まあまあとりあえず構えて練習でも使えるし、はい、そのまま行ってみましょう。はい、振ってくる、めっちゃいいよ。今まあまあちょっと振ってみようかなぐらいの感じで振りましたよね。はい、でもちゃんとほらついてくるじゃん。であとはもうロフトとかのね兼ね合いがあるから、ロフトを寝かすとか立てるとかっていろいろやっていけばいいけど話で、はい、じゃあラスト構えていただいて、はい、構えはその感じですよね。はい、柔らかくしといて、そうそうそう、でそこからも突き振ってください。はい、スッ、おー、はい、ナイス。で今のもうちょっとやばいな、プッシュかなと思うかもしれないけど、そんな言うほどなってないですからね。ですよね。はい、そういう感じのシャフトですので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。全部硬いのに、うん、アイアンが何ですか。クソ、CB ですね。あ、ちょっと俺の打ってみます。ちょっとグリップ太いですけど、これはこれさっき彼女が打ったアイアンの、はい、で僕は120のモーダスの X が入ってるんですけど、はい、またアイアンの鉄板の方はこんな、アイアンもこのままですよ、うん、そのまま それで OK、 あと好きで振ればいいです、はい、このアイアンめちゃくちゃいいですから、はい、このアイアンめちゃくちゃいいですからね。だってこれちょっと貸してくださいね。あ、飛び、しかも飛び系でもないんですよ、ね、だってロフトが7番でこれ29度ですよね。だから全然飛び系でもなくて、こんだけ大きさ違うじゃないですか、はい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 、でも操作性って、はい、そんな感じしないですよね。いや、なんか優しいですよね。で打感が良くないですか。うん、このアイアンは本当に俺絶賛ですから。打感いいでしょ。